こんにちは、板垣です。はい。すごい久々な感じがしますね。このカメラの前で喋るのはね、特に室内で喋るの久しぶりなんですけども、以前の動画じゃないな、あれはライブですね。スランプどうこうとか書いてあるやつですよ。なんか動画がね、全然作るモチベーションがなくなっちまったよっていう話をしててですね。で、まあそのライブの中でいろんなアドバイスとかね、励ましの言葉とかをいただいたりして、こうだんだんね、調子が上向いてきたとこで、で、先日ですね、コラボ、ね、動画というか、コラボ撮影というのかな。山月移住者夫婦の、もじゃまる、ね、夫妻を、撮ってきて、山でね、自分の自慢のカメラで撮ってきて、で、編集してアップして、この作業をしたことによって、作業というかその工程全部が、まさにその私の復活というかね、を手伝うような感じになっていて、これによってね、本当に、なんか元に戻れた感じがします。やったー。まあもちろんその二人と話ができたっていうのもそうだし、そうだな、その今までやっぱりやってみたかった人をねメインにして登山動画を撮るっていうのが、実現できたことで、その自分のそのなんだろうな、技術っていうかね、そのノウハウ、今までやってきたことを生かして、作品を作るっていうことで、家に帰って、その編集してみたら、わあ、これ、まあ、手前味噌ですけど、いいものになったなという感じがして、で、それを二人にまず見せたら、すごく喜んでもらえて、で、さらにアップしたところを、その反響というのが結構すごいあって、あ、これでなんか俺、復活できた感じがします。はい。でね、その中で、うん、だんだんこう、ね、手も動くようになってきて、いろいろペンディングになっていったことも、進んできました。その一環としてですね、これができましたよ。はい、これじゃ分かんないと思うんですけども、こうやって出せば分かるかな。まあ、前からできてたんですけど、また発注し直したものがこれです。はい。神田南口登山部のステッカーですね。はい、近くで見るとこんな感じです。前のはね、こう、外に四角の、こう、台紙があったんですけど、今回ちゃんとね、こう、切り抜き、ね、このデザインで切り抜かれてる感じになっています。これです。で、なんでこれをいっぱいね、発注したかというと、前からこう、リクエストのあった販売ですね、それをやっていこうということで、まあ、このものも来ました。あとはその、送るための封筒とかも来たし、で、実際のね、売る店舗ですね。まあ、店舗って言っても、もちろんウェブショップなんですけども、それのデザインとか、まあ、その、詰め作業ですね。その、どういう価格にするとか、どういう、サイズですよとか、写真を載っけたいとか、そういう作り込み作業を今、絶賛やってるところで、そうだな、大体もう、80% ぐらいできた気がします。はい。で、前の生放送の時では、2月末日、オープンとか言ってたんですけども、ちょっとそれが実現できず、3月頭ですね。3月頭には、実際にそのショップができて、皆さんにお知らせして、実際に注文できるようになると思います。はい。で、数に関しては、とりあえず様子見というかですね、その、大量に最初にね、作っちゃっても、在庫抱えて、これをね、売り歩くことになるかもしれないんで、とりあえず、そんなには、作ってないですけども、とりあえず、初めてのですね、神田南口登山部のショップですね。名前は、もうつけてあります。神田南口商店というですね、ウェブショップを開店して、そこでまず、初めにこれを置くと。で、一応、あとね、私の板垣 TV のステッカーなんかも置けたら、ちょっと置こうかなって感じですね。で、その後、なんか他にもグッズが、いいものが作れたら、順次置いていこうかなというためのウェブショップになります。はい。それがね、今進んでいるところですね。はい。で、これからのことで言うと、今日これ撮ってるの金曜日でしょ？で、28日の日曜日、には先ほど言ったもじゃまる夫妻とのね、
コラボライブ、リモートですけども、コラボライブもあるので、そちらはもじゃまる夫妻のチャンネルでやるので、日曜日の9時、28日の9時にはそちらに合わせていただいて、合わせね、古いですけども合わせていただいて、見ていただけるといいかなと思います。あとね、さっきの撮影の話で言うと、そのもじゃまる夫妻を撮るときに、ニューレンズを投入していました。はい、これはね、シグマの、35mmF2 という最近発売されたやつなんですけども、私はルミックス、使いなので L マウントですね。はい、L マウントのレンズ、これがね、なかなかいい描写とボケとしてくれるんで、これがあったおかげでああいう感じの映像になったっていう感じですね。ただし、あのオートフォーカスがちょっと効きが悪くて、撮影するときに非常に苦労したんですけども、ちょっとねそれを試したいんで一回今つけてみますね。まずこれが今使っている 2060mm というズームレンズですね。パナソニックのレンズ、これが、オートフォーカスが、まあ、例えばこうやっていなくなって、こうやってグンってきたときに、顔にね、フォーカス、こうやって離れたときに顔にフォーカス来ますね。一応ね来るんだけど、やっぱりそのコントラスト AF なんで、いきなり細かい話になってますけど、コントラスト AF なんで、その背景がググってなっちゃったりするんですけど、はい、あ、来ますね、来ますね。はい、これ標準レンズ、あ、来てます来てます。じゃあこの辺の AF の具合と描写の具合どう変わるのか、シグマのレンズにタッチしてみます。はい、ドン。これがシグマの 35mmF2 の映像ですね。あ、今はピンと来てますね。はい、まあ、もちろんあのさっきは 20mm の画角だったんで画角が狭くなってますけども、F2、開放絞りが F2 の分後ろはボケてますね。はい、かなりボケていい感じの映像かなと思いますけども、あ、 F 来てますね。うん、どうかな。あー、来ない、来た、やっと来たって感じですね。遅いけど来ますね。なんか外で2人を撮ってた時に全然このね、人体認証ですか、瞳 AF ですか、そういう枠もなんか出なくて、設定が悪かったのかな。来てますね、襲いながら来るかな。迷って迷ってじわじわ来ましたね。はい、来るかな来るかな。顔は認識してるけど遅いな遅いな。はい、やっと来た。ちなみに AF のカスタム設定は、なんていうの、ノーマルっていうか初期設定のままになってます。値が中間なとこになってますけど、うん、ああ、くるっちゃきますね。はい、まあこのレンズもですね、ああいう作品撮りとかに活用していけるかなということで、これから使っていきたいと思います。このレンズのためにですね、前に使っていた、マイクロフォーサーズのレンズ2本、88mm と、標準レンズですね、 12-60mm、こちらは、売りに出しました。それとあと最初に買ったルミックスですね、私が、GH3 というカメラも、売ったと。あとね、その GH3 のキットレンズの 12-32mm だっけな、すごいちっちゃいレンズ、これ3000円ぐらいにはなったんですけども、その辺も売りに出してこのシグマのレンズ購入しました。まあこういう感じでね、アップ気味にするとなかなか後ろがボケまくっていいんじゃないでしょうか。こういう映像も、これから使っていきたいと思います。それでは、今週日曜日のライブまずはお楽しみということで、なんとか復活した感じがする板垣 TV のお話でした。それでは。